まず、ご報告です。無事3日間に及ぶセレクションが終わりました。急遽ね、来れなくなった人や連絡がつかなかった人とかはちょっと残念ですが、無事終わりましたんで、またボール蹴れる機会があればよろしくお願いします。そして、結果約20人の人が合格となりましたので、ガッツシー、ここから活動をスタートしていきたいなと思いました。が、なんと、チーム名がまだ決まっておりません。そして、チーム名どうしようかなーって考えてたら、 一旦根本に立ち戻って考えてみましたら、このチームが目指すところっていうのは、日本ソサイチに歴史を残すチームにしたいなということで、それはどういうことかと言いますと、日本一強い、日本一面白いソサイチチームにしたいなということです。で、僕はそれを成し遂げるには、いろんな立場の人間が、選手、監督、スポンサーとか、いろんな形で応援してくれるように、そういうチームを作りたいと思っております。じゃあ、いろんな人が関われるチーム名ってどうやな、なんやってなった時に、 考えました例えば呼びやすい名前とか響きが名前聞いてこれかっこええなとかいろんなこの深い意味があったりとかいろいろ考えたんですけども結局自分の中で全然イマイチやったんですよねそれでもこうずっと調べてずっと考えてーってなった時にあっじゃあこれ逆に今こういうふうに動画を見てくれてる人とかすでに応募してくれてる人とかから決めたらいいんやって思いました で、今、このスタート真っ定中の中、応援してくれてる人とか、この全員でチーム名を決めたら、えもう最高じゃねって思ったんですよね。選ばれた人は、言ったら、何十人何百人とこう投票が来るわけで、そこで、あ、自分のチームがこう投票されてるって、いろんな人に支持されるという体験も味わえて、よりなんか一緒に関わってる感じが出て、これもうめちゃくちゃ最高ですやん。 で、選ばれた人は、もちろん、応募ありがとうの気持ちを込めて、賞金1万円をね、プレゼントっていうか、感謝の気持ちで渡したいと思っております。本当は、より多くの人に応募してもらいたいなぁとは思ったんですけども、やっぱりこういうネット社会ですから、全部無料にしたらね、ふざけて、うんこーとか、送ってくる人もおると思うんで、ちょっと今回は、そういうの防止のために、もう、1応募300円ということにしたいと思います。そっちの方がね、やっぱ多分より、ちゃんとしたチーム名が集まるかなと思いました。 でも、投票は無料です、もちろん。だから、応募はでもな、お金かかるんやったら嫌やなっていう人は、投票だけでもね、してもらえれば、よりチーム一丸となってできると思いますんで、ぜひ、投票だけでもよろしくお願いします。もちろん、応募の方もよろしくお願いしますね、それは。で、正直、今回どんだけその応募が集まるか、自分でもやっぱ予測つかないので、まあ、少なくて、まあ、2、3件だったとしても、それは2、3件をちゃんと決めて、チームとして戦っていきたいなと思っております。だからですね、やっぱ少しでも 多くの人に応募とか案をもらいたいなと思っております。 最後に応募方法と投票参加の説明をしたいと思います。応募方法は概要欄にあるベースのショップで応募券を購入していただいたら応募フォームをメールで送ります。そちらで応募してください。応募券1個に対して1個のチーム名なので何個も応募したい人は個数の方ね、間違わないようによろしくお願いします。そして応募は今日の19時から明日の19時までの約24時間と させていただきます。で、投票はですね、その8時から、応募終わった1時間後の8時から、この動画の概要欄と各 SNS で応募フォームを 送りますその日の8時に出す動画にも URL を貼り付けておきますのでそちらの確認の方もよろしくお願いします投票券は1人1票で13日の8時20時ですね午後8時までとしますはいこれで本当に終わりとなります皆様と一緒にチームをね作っていきたいのでぜひ参加の方よろしくお願いしますそして応援の方よろしくお願いします